なりますので、そうするとやっぱり20分はもう楽に打てると思いますね、はい、最後は変化球のバックドアの変化球でしたが見逃し三振でした。ここは今のは初回失点空振り三振、最後は内打球で見舞いするのかもしれません。再起は甲斐、ここは取った、そして飛び出している、キャッチャー加藤がすぐに送ってダブルプレー。ここでフォークボール、空振り三振です。あっという間に追い込んで、ここはちょっと見下ろすようなピッチングでした。ですか、ね、持ってるものはあると思うんで、外側フォークに三振です。ここはバットが出て触る打席ですかね、1回ですね。外側三振、スリーアウト、当てるんじゃないかなと思うんですよね。まっすぐでも変化球でも全部振っていこうとするんで、いいかと思いますよね、はい、ここで右打ち、ライトが前に出てきて取ったか、取っていました、ライト岡ファインプレー。ガタッと崩れてしまって、その後二軍調整もありました。中村拓也、サードファウルフライ、川越打球センターへ、向こう向きで追いかけるが、最後は藤原が追いついています。危ねえ、来た来た、